第十四節、他の字表から方程式。十二節では、他の字表の整理の仕方。前の節では、方程式の解き方を学びました。この節では、整理した他の字表から方程式を作ってみます。例えば、一袋にみかんが五個だと、三袋。 三袋では何個かでは 5×3 をしますね。つまり単位当たり量×いくつ分イコール全体量です。他の辞表の左上の部屋×右下の部屋イコール右上の部屋です。問い一をやってください。 一袋にみかんが5個だと、何袋で20個かでは、図のような他の字表になります。単位当たり量かけるいくつ分イコール全体量。他の字表の左上かける右下イコール右上ですから5、5かける X イコール20です。X がどの部屋にあっても、 他の辞表の左上かける右下イコール右上で式を作るのです。5をかける x イコール20ですから、x イコール 20÷5 で求めます。20÷5 イコール4。それで、x イコール4です。他の辞表に整理したらいつでも 左上かける右下イコール右上で方程式を作り解くのです。それでは問いに問い3をやってください。これでこの説の説明を終わります。